激辛チャンネル始まり始まり。どうも激辛ジョニーです。今日もみんなの心火をつけちゃうぞ、やってきました。ということで今回もやっていきましょう。日本全国47都道府県激辛ランキングトップ10。今回はですね、まあ普段ねこう食べる動画が、激辛料理をね食べる、悶絶しながら食べる動画が多いんですけども、今日はランキングを発表させていただきたいかなと思います。これ何のランキングかと申しますと、私激辛ジョニー、昨年ですね、11月頃にですね、まあ最後ちょっと沖縄の激辛料理店舗を回らさせていただいたんですけれども、それをもってめでたく激辛47都道府県激辛制覇させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあね、この動画をね初めて見る、方もいらっしゃるかなと思うんでね、お前マジで本当に行ったのみたいな、激辛47都道府県行ったの、怪しいな、匂うぞ、ね、風呂は入ってるんですけども、はい、大丈夫ですよ、毎日風呂入ってますから落ち着いてください。もしねちょっと心配な方はもう僕のね YouTube、 そしてまあブログにも発信してるんですけれども、まあ、YouTube の再生リストに、各都道府県47都道府県別に再生リスト作らさせていただいてるんでね、そこに全部載ってますんで、もう記録が残ってます。はい、まあね、ちょっと僕が見た限り47都道府県ね、こうやって YouTube で、激辛都道府県、制覇したという人はね、まあ多分僕が知る限りはいないんではないだろうかと、これは唯一無二の僕だけができるね、実際食べた中の激辛ランキングトップ10、まあこれはなかなかないと思うんで、今日ね私がやらさせていただきます。よろしくお願いします。はいはい、ということでね、やっていくんですけれども、そしたら早速ランキングを発表させていただきたいんですけれども、まあ大抵ねこのランキングとなるとね、まあ、最初にねこのね10位から発表して、ね、下の方から9位、次第8位、7位で最後の方に3位2位で最後に1位みたいな、わあもう見てる側からしたらもうムズムズするの、もう早くもういや早くもう1位見させてくれと、もういいから1位見たいねんと、ね、分かりましたね、もうこれ見てる動画視聴者さんお忙しいと思います。激辛ジョニー1位から発表させていただきます。イエッ、ありがとうございます。そうですよ、もう1位から発表させていただきます。もうね端的に、かつ、YouTube の この概要欄にね、もう目次、もう見やすいようにね、ランキング別にもう目次を用意させていただいてますんでね、目次を飛んでいければそこにピュンとすぐ飛んでいただけるんで、ぜひそちらの方もご活用いただけます。はい。それではよろしくお願いします。ということで、それでは激辛ランキング早速発表させていただきたいと思います。そしたら、はい、ある第1位。第1位は、チャラララ、チャラ。第1位。すいません。大阪。トリボーズ西成レッド11から、はい、11からでございます。西成レッド、大阪西成区にありますトリボーズのこのホルモン屋さんなんですけども、ホルモン屋さんなのにこの激辛ラーメンをこう出しているということで、このメニューに挑戦させていただいたんですけども、こちらもうとんでもない、まあね結果から申しますと、僕これ麺すら食べきれなかったとね、初めて挑戦したわけ、もう辛すぎて、もう普段だとね、もうスープ美味しいってごくごく飲んじゃうんですが、麺すら食べれなかった。第1回目挑戦した時は、もう麺すら食べれなかったものですから、こんな尻尾巻いて、これ東京に逃げるわけねえだろと。ね。帰れねえぞということでね、これ2回目挑戦させていただきたんですけども、これ2回目も麺すら食べれなかった。おいおい、とんでもねえなと。そうなんです。とんでもないんです。これね、なんでそんなに辛いのかと言いますとね、過去に世界一辛い唐辛子としてギネス登録されたこのキャロライナリーパー、ブートジョロキア、ドラゴンズブレス、ハバネロ、などなどね、もうその他いろいろもう入ってるんですけど、そんなね、ギネスに登録されるような唐辛子を入れてるもんですから、その、ね、破壊力とんでもねえと。参っちゃったと。もうどれぐらい参ったかというとね、まあ麺食べてるじゃないですか。中盤で、あ、もう腹痛い。もう、あ、もうごめんなさい、もうギブで、と言って。で、そのままちょっとトイレに10分ぐらいこう立てこもって。大概はね、こう牛乳飲んで落ち着くんですけども、もうダメなの。牛乳飲んでも、あんま収まんなくて、もうその、しまいの果てにもう、その、命のね、ミルクがもう、全部なくなっちゃって、あ、これやばいと。腹痛いし。ごめんなさい、ちょっと近くのコンビニで、牛乳買ってきますって言って、そのお店出て、こう歩くわけですよ。で、これ、まあ、コンビニどこだなって、こう歩いてるし、どんどんこうお腹が痛くなって、ああ、もうダメだ。もうそのまま、その近くの商店街で、こう、ペターンと、もう、
動けなくなっちゃって、本当に動けなくなっちゃって、はいつくばるのさえダメね、元自衛隊である私がもう歩く前進すらできなくなってしまったと、もう本当にトラウマになるんで、もし次ね食べる機会があったら一からにしようかなと、もう激甘ジョニーと呼ばれてもしょうがない、そんな一品です。はい、続いて第2位、辛いもん屋南千葉店ギロチン屋。こちらも大阪になるんですけども、デビルチャーハンという激辛メニューなんですけども、先ほど紹介した過去にギネス登録されたブルドジョロキアの身が12個、これチャーハンの上にトッピングされてるわけですよ。一見見るとね、ショートケーキの上に乗ってるイチゴのようなちょっと可愛らしい感じですけども、侮るなかれ。辛さもさることながら、そのね、独特のこの風味があるんですよ。食べてる時も地獄、食べ終わった後もさらに地獄ということで、まあ翌日のお昼頃ぐらいまでね、本当にもうお腹が痛すぎて、トイレ行っては戻り、トイレ行っては戻り、トイレ行っては戻りと、もう1時間のうちに10回以上こうトイレとお友達になってね、もう便座の蓋をもう僕のお尻につけたいぐらい、それぐらいの、辛さでした。第3位、味覚新橋本店激辛麻婆豆腐。こちら東京の、新橋にある、中華料理屋さんなんですけど、こちらもね、まあブートジョロキ扱ってます。さらにこの中国の山椒、ホワジャオというね、これちょっと痺れの効いた、強烈に効いた、メニューなんですけども、調理してる時にこれ運んで食う時、もう湯気に辛味成分が飛んで店内中がむせ返る、そういう感じですから、もう注文した人がね、ちょっとなんか罪悪感というか、なんかすみませんごめんなさいと、ちょっとそういうもう食べる前からちょっとこう負のオーラが漂うような、そんな激辛メニューですけども、辛さのプラスにこのしびれが加わってくると、よりねこの辛さが引き立つんで、とんでもないです。まあね、この牛乳を飲みながら、癒したんですけどもね、辛くてお腹が 痛くなった時はよくね、水飲むとか言いますけれども、水は逆効果なんでね、牛乳とか、まあ、ヨーグルトとか飲むと、まあ比較的その辛みをこう鎮静化できるんで、ちょっと豆知識として、お伝えさせていただきます。第4位、生駒県激辛タンメン辛さ GO。こちらも東京になるんですけど、ブートジョロキアをね使った激辛メニューなんですけど、店主の方曰くブートジョロキアの粉末を使ってるんですけど、約25個分相当のブートジョロキアのパウダーを入れてるそうです。僕これ食べましたね、食べたんですけども、スープはねちょっと危険すぎて、もうちょっともうひよっちゃってね、ごめんなさい、指さして出てました。これね、何がすごいかっていうと、ラーメンいろいろね、味噌ラーメンとか塩ラーメン、豚骨ラーメンとか、まあいろいろあるんですけれども、例えばこの味噌ラーメンと塩ラーメン同じ辛さでも、この味噌と塩だけでもね、この辛さの感じ方が変わってくると。この塩ラーメンは味噌ラーメンに比べると、この混じりっ気がないですから、この辛さの感じ方が直でこうパンとくるんですよ。第5位、赤い壺激辛海鮮チャプチェ。激辛マニアの激辛の聖地と呼ばれている、東京青山にある激辛、料理店でございます。こちらもね、まあ様々な辛さレベルに合わせてね、まあ麻婆豆腐とか、いろいろエビチリとか、なんかいろいろ激辛メニューがあるんですけども、その中でもね、木曜日限定で激辛メニューを出されているということで、この海鮮チャプチェ、今までちょっとね紹介してきた唐辛子ね、ギネスに登録されたようなこの唐辛子を使ってないんですけども、これね、辛富士、あまり聞き慣れない言葉かなと思うんですけど、辛富士というね、日本産の激辛唐辛子を使っているということでね、ギネス級の辛い唐辛子なんです。量は少ないんですけども、一撃で瞬殺でございます。そして第6位、辛麺屋一輪、とんでもねー。その名前のごとく、もうとんでもねー激辛メニューで、これもね、カプサイシンエキス、唐辛子に含まれる辛味成分のこのカプサイシンというものがあるんですけど、その辛いところだけを、辛いところだけを抽出したエキスをこれ入れてると、ちょっと入れただけでもとんでもない破壊力があるんで、宮崎発祥の辛麺なんですけど、過去にね、まあ、救急車で運ばれた人もいるとか、これも注意が必要でございます。続いて第7位、ガドーラーメン火山ラーメンレベル1000。こちらね、沖縄にあるラーメン屋さんなんですけども、沖縄で一番辛い激辛ラーメンとして、紹介されてるラーメン屋さんなんですけども、これね、スープまで完食すると3000分の金券が、もらえるというね、激辛チャレンジメニューでございます。うわ、熱々に熱した石焼き鍋に激辛スープ、キャロライナリーパーを溶かしたスープを入れて、もうグツ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 、まさにもう火山のように、マグマのように熱して提供されるんですけども、これね、やっぱこう辛さと熱さ、ね、辛さがね、2倍増しなわけですよ。ちょっと冷まして食べたんですけども、冷ましてもカレーパー。沖縄で多分一番辛いメニューだと僕はちょっと思ってるんですけれども、まあここまでちょっとランキング発表させていただきましたけども、ちょっと待って、ちょっと、お水を飲みたいな。うん、
ここまでね発表をさせていただきましたけれども、比較的これラーメンのランキングの入りがちょっと多いかなと思うんですけれども、カレーとかね、チャーハンとかやっぱそういうのに比べると、このラーメンっていうのはこのスープがありますからね、スープが加わるとこのやっぱね辛味成分がよーくそこに溶け出して、かつねこれラーメンって結構冷めづらいですから、結構こうラーメン系が、ランクインしております。第8位、桃鉄 LMFAO 蒙古タンメン。こちら名古屋にある、激辛ラーメンなんですけれども、過去にギネス登録されたキャロライナリーパーをこれ4つ使用しております。30分以内に完食すると得点が受けられる激辛チャレンジメニューですけれども、僕は30分以内には食べれなくて、まあ、結果ね、まあ、1時間ぐらいかけて食べ終えたんですけれども、これもね名古屋でもうベスト3ぐらいに入るんじゃないかと言われるぐらいの激辛メニューでございます。続いて第9位、麺屋国丸南国店火山ラーメン辛さ7倍。マッドドックスっていうね、日本では非売品のデスソースを使った、メニューなんですけども、そのデスソースをちょっと入れただけでもとんでもない辛さだと。こちらもねスープギブしました。スープはギブしました。まあまた機会あれば、機会があればまた挑戦したいかなと思います。そして最後は第10位、夕食空海自国ラーメン100アップ。こちらですね、島根県にあるラーメン屋さんなんですけれども、こちらも激辛チャレンジメニューになります。制限時間20分以内に完食すると賞金3000円ゲットできるメニューです。量はね一見多くないんですけれども、いけんじゃねみたいな、余裕じゃねイージーじゃねと思うんですけども、侮る中でキャロライナリーパー、はい、もう出てきました。またキャロライナリーパーかと。食べてる途中がこう手がしびれてきたりとか、歯がしびれたりとか、頭がクラクラして朦朧したりとか、三途の川3回ぐらい渡れるぐらいな、激辛メニューでございます。いかがでしたでしょうか。ランキング全国激辛ランキングトップ10ということでね、今回ね、まあ実際僕が食べた中の激辛ランキングでしたですけれども、食べたことない激辛類まだまだあると思うんでね、今後ねちょっと地道にいろんなところ回っていきたいかなと思っております。そしてね、皆さんのおすすめのね激辛料理店、あればねぜひちょっとコメント、よろしくお願いしますということで、そんな感じです。はい。まあね、これね、最後にね、まあ、激辛料理食べると辛いじゃないですか。辛いという字はね、これ辛いとも読めるわけですけれども、ね、もう本当に辛いです。そう、辛いんです。辛いは辛いんだと。ね。しかし、この限界の辛さの向こう側に何が待ってるかと。辛い、まあ、辛い。そのね、漢字にこの横棒一本加えると、この幸せという字になるわけですよ。俺は行きたい。限界の辛さの向こう側へ。ではまた。